ので、前回お話しさせていただいたずうずうしいやつの、大泉明さんが出演している件について、私がまだ幼稚園高学年である時に、1963年ですね、オリンピックの前の年、その時に見た時の記憶でエッチ公爵、まあ実際は見直してスケベ公爵という、ニックネームのついた浅田公爵役を大泉明さんが演じておられて、その後まあ姉とか父がテレビを見るたんびに大泉さんが出てくると、あ、エッチ公爵だと言ったのがまあ耳にこびりついていて、まあ育てを亀とか見た時に、あ、エッチ公爵さんがこんな演技をしているとか、まあ木下圭介監督の親父太鼓の元ネタとなった破れ太鼓を見たのは後年 NHK の衛星で見たのが初めてだったので、その時に出演されてらっしゃったというのは後年知ったんですけれども、まあそれが今日が、あ、こちらがだ、カレンダー1月30日の時点でウィキをチェックしたけれども全然修正がなかったという、ことで、ウィキは相変わらずダメだなということで、今日思い出すことが、柔道一代がちょっと合ってるかどうか分かんないけれども、とりあえず柔道一代のお話にさせていただきます。放映期間は1962年12月、62年というと金城さんが絆を、脚色された年ですね、から1964年オリンピックの、ちょうど始まるか終わるかの頃ですね、10月9日まで延々と続いた、NAC ナック新東宝から改編されて、制作会社として、成り立った会社なんですけれども、ちょうど1964年の、6月から7月頃に国際放映という社名を、見かけ始めますので、忍者舞台月光とか、今に見ておれとか、そういったものは64年の、途中から NAC から NAC から国際放映になってます。だから柔道一代も64年の秋頃はもう NAC から国際放映になってると思うんですけども、名古屋では毎週金曜日の夜19時半7時半から30分間やってました。で、まああんまりこの辺は柔道一代は柔道ものは特に私は好きだというわけではなかったので、まあ父親が好きで見ていたのを、まあ父親はまあテレビ人間でしたから、ただ覚えているのは、まあこれは今も新聞とかいろんなリストを見たりして、まあ確実なんですけど、三木本慎介さんの後年江戸の風とか、まあ江戸の風以外にも他社の時代劇とかでよく悪役を演じられてらっしゃった三木本慎介さん、まあ父親がこの方が出るたびに、あ、柔道一代が出てる、柔道一代が出ているっていうふうに、まあ出ている、まあ出演されておられるってことですね。それから最初は高島慎太郎さんという名義で出演されてらっしゃった、高島栄志郎さん、ウルトラ Q の SOS 富士山のタケル役ですね。その方が出てきた時は私も、後半記憶していたので、あ、タケル少年が出てる時に、まあ、本当に少年と言ってたから、少年役の人が出てるのかなと思ったら、まあ柔道一代の人が出てたので、あ、柔道一代が出てる、柔道一代が出てると父親や姉や私は思ったものです。まあ、
他のメンバーも出ておられたみたいなんですけども、まあ行動感をちょっと字を変えて、まあ行動感柔道の師と その四天王というのを描いているというお話だったらしいですが、まあ私はそういう内容は覚えていないんです。ただちょっとまあ一騎をすぐ批判する私からすると、なぜこんなに題名がはっきりしている十二話が一騎の、放映リストから外れているかがわからないんですけれども、1963年2月28日に放映された十二話は姫路から来た男、三木本慎介さん、天野真嗣さん、まあちょっと松平健さんと関係のある方ですね、義理のお父さんになるのかな、北田さん、のり子さん、宇奈山博さん、黒丸亮さんという出演者の名前も載っている姫路から来た男がウィキには抜けてます。まあなぜかウィキのこういう間違いが多々引っかかってしまうのですが、さて、前半は国際放映というのは、まあ、NSC は、いわゆる新東宝の、改変した、まあ、生き残りと言いかけたんですけど、改変したチームで作り上げた制作会社だったので、割と新東宝の監督さんが、まあ、演出をされてらっしゃったんですけども、後半飯島敏郎さんが、監督にも、参画されておられました。64年あたりの分ぐらいからかな。で、行動館の始祖の、四天王に対して悪の四天王というのが設定されて、その一人、赤尾石三蔵さんという方が出られてました。この方は、まあテレビ早々期というか、まあ創世期というか、まあ、月光仮面とかでも、あのその時は髪をふさふさされて、まあ高藤さん演じる悪役の部下で、あのなんか銃をダダダダダと撃ってた役をやってたかと思うと、一番私の世代だと小学校1年の時に、あこれも幼稚園の時かに、再放送というか、作り直したものが放映されたのが、オープニングを全部差し替えたんですよね。でそれが、新番組的な感じで、隠密剣士放映中に、あだから小学校1年か、隠密剣士放映中に放映されてたんですけれども、ジャガーの目で、ウクラク役という、まあ、スキンヘッドにして、ジャガーの片腕を演じてらっしゃった方なんですけれども、この赤尾関三蔵さん、新聞調査で数話出ておられたんですけれども、まあとある監督のある作品に出演されてた時の、映画撮影中の事故でちょっとまあ他界されてしまって、悪の四天王をうまく描き切ることができなくなってしまったという、そういうエピソードがあります。これはまあ、ある方から伺ったことなので、まあ全然また話は戻りますけど、ズーズーしいやつの話にちょっと戻りますが、ズーズーしいやつの DVD を見て、これが月曜日の10時からだったので、9時半から放映されてた月曜日の男はやっぱりちょこちょこは見てましたけども、やっぱりあんまり当時は覚えてないですね。ズーズーしいやつの方を記憶してますね。まあ月曜日の男といえば主演の町田恭介さん、で町田恭介さんはその後月曜日の男
を終えられてからなんかいろいろ作品には出られてたのかもしれませんけれども、自分としては記憶がなく、突如、数年後1970年万博の頃だったと思うんですけども、カンテレ、フジテレ系でドテライやつという、ドテライ男かで、これ西郷輝彦さんが主演した花と小箱さんのシリーズもんですけれども、まあ、途中で、徳永玲子さんが出られてらっしゃったので、まあ、そのあたりはよく覚えてるんですけども、まあ、でっち奉公しながら金属かなんかを売るという、まあ、小売商に勤めてだんだんと出世していくという、売り方を覚えてというような話なんですけども、それに山城慎吾さん、兵隊ですよね、山城慎吾さんと町田恭介さんが兵隊で、その西郷輝彦さんと、若い兵隊で、森次浩二さんが演じられてる、新兵さんをいじめる上官役で出演されてて、それで久々に町田恭介さんを、拝見させていただいたなという記憶がございます。まあ、あと、まあ、ちょっと話が点々とするんですけど、ずうずうしいやつで思い出したのは、当時あるお偉い方へ、納めるための、お菓子を、羊羹ですね、をトレアじゃなくて、この作品テレビ版では、何屋さんだったかな、ちょっと今ど忘れしちゃったんだけども、羊羹を作る時に喋ってはいけないって木田道夫さんが毎回、朝礼みたいな時に言うんですけれども、唾とかが入るといけないよということで、そういう作り方をしていたっていうことをちゃんと解説してもらったので、羊羹、一つ羊羹作りも、真剣に取り組まなきゃいけないんだなっていうのを教えていただいたんです。あと、まあ、さっき言った話が本当にコロコロするんですけれども、柔道一代で、唯一映像を見たいなと思われる方は、このウルトラのゆりかご、津沢さん、星野少年を演じられた津沢さんが出演されておられる場面が一部映像で残ってます。なんか前話発掘されたかったらしい、まあ、いわゆるプリントしてっていうことだったんですけども、もう話数が非常に多すぎるので、それはちょっと困難だったということですが、まあ、津沢さんのインタビュー、映像の出演の部分が、ここに収められているのですが、それとともに、つい最近発売になったウルトラ特撮で山村哲夫さんとか、村岡淳二さんも出演されてたっていうような話も書かれてましたね。まあ、いつかこの、まあ、孤独のメスもお話したいんですが、まあ、孤独のメスに関してお話したいのは、まあ、TBS の円谷はじめさんと国際放映の上谷義彦さん、神谷って書いて上谷さんとお読みするんだよって教えていただいたのは、当時の円谷プロの江藤直之さんですね。江藤さんはちょうど猿の軍団が終わって、時々円谷プロにお電話させていただいてた時に、まあ、お電話に出ていただいて、で、神谷さん、途中で神谷さんが、まあ、加山よし子さんとか、宮古町長さんの2時間ドラマを担当されておられたんですけれども、その神谷さんが、神谷さん最近プロデュースされなくなられたんですかっていうようなことをちょっとお話の流れの中でお伺いしたら、神谷さんとお読みするんですっていうことを、教えていただいて、で、その、
真相はまあちょっとその時にまあ他界されておられたということでしたね。まあここでも孤独のメスでも監督をされておられるんですけれども、泣いてたまるかでも監督をされておられて、後にプロデューサーとしては記憶しているのは大場久美子さんのシンコメットさんとか、ソレイケカッチンとか、そういった国際放映の作品のプロデュースをされておられて、ちょうど82年か3年頃ぐらいから約10年間円谷プロに契約プロデューサーとして、ザ・サムライとか二人なら生きられるっていうドラマを中心に円谷プロ作品を担当されておられました。ですから、まあ、本当に円谷プロ好きだったらその辺のこととか江戸の風とかそういったものも調べるべきだろうと私は思ってます。なんかその辺が疎いですね、今の若い人たちは。ただウルトラだけっていう、しかもウルトラもウルトラ9とか7、9万7といったものプラスキャプテンウルトラではなく、キャプテンウルトラはまあ東映ですけれども、まあどっちかというとウルトラマンだけっていう風に特化しちゃって、あとね、私はちょっと高かったので購入はしてないんですけども、 CS で放送されたレモンの女も録画してますけども、まあ、レモンの女についてもぜひとも円谷はじめさんとか飯島さん、実相寺さんが関わっておられるので、風とかと同様に語っていただきたいなと思います。